演舞開演。どうも、本日は ファミリーマートのライザップ監修割りチョコビターショコラケーキを食べたいと思います。この中に割れたチョコが入ってるってことなのかな。のライザップのコラボ商品は低糖質とかなどを歌ってる割に美味しいので、今回も楽しみですね。ではおお、ちょっと分かりにくいですけど、しっかりチョコレートの色になってます。チョコレートの色って何なんだよって話ですけどね。おっと、上の方に割りチョコが入ってるんですね。硬いですね、ちょっと。はい、こちらが中身です。下の方にもチョコレート。こっちは分かりやすいですね。ではいただきます。これはチョコケーキなんですかね。割りチョコはしっかり食感もあって、パキッとした音もしてとっても美味しかったのですが、下の方はちょっとムースっぽくて、チョコケーキというよりはチョコプリンに近いかなといった印象でした。プリンとして考えると美味しいのですが、ケーキとしてだともうちょっと食感が欲しかった気もしますね。なのでこちらの点数とさせていただきました。次はもうちょっと食感をスポンジなどが入っていることを期待します。ではキーでできたコマを回すぞ遊園地。遊園地で回るというのも楽しいかもしれませんが、回しすぎ注意で。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。